側まで雑然地に止まります。信号を切らしたから先は雑然地に止まります。このね、6キロ編成で前4秒、後ろの安全方面の前に行った島行き、後ろの2秒後部に攻撃でございます。途中の下今市で電車切り離しをされて発車をいたします。戻りましてございませんようにご注意ください。前4秒、沖縄温泉方面、前通過、10番行き、後ろの2秒、東部に攻撃でございます。さあ、前4秒、沖縄温泉方面、前1番行き、3秒目、4秒目は、鬼怒川温泉の2つ先、新藤原止まりでございます。前の2秒が終点、前田島まで参ります。行き先、それぞれ通路の上に表示してございますので、ご確認ください。次は北千住でございます。JR 常磐線、地下鉄日比谷線、千代田線、筑波エクスプレス線ご利用のお客様を乗り換えでございます。この列車、北千住の次、勝亀に停まります。北千住の次は勝亀に停まります。お客様にお願いいたします。座席は譲り合ってお掛けください。これより先、ご乗車のお客様がおりますので、お荷物を置いての座席の占有はしないようにお願いをいたします。携帯電話マナーモードに設定の上、通話はご遠慮いただいております。優先席付近では混雑には電源をお切りください。車内マナー向上にご協力をお願いをいたします。Thank you.
ました。まもなく北千住、まもなく北千住でございます。JR 常磐線、地下鉄日比谷線、中央線、筑波エクスプレス線ご利用のお客様、乗り換えでございます。この電車、北海道の東武日光、会津、田島、ゆきでございます。北千住の次、春日部に止まります。北千住の次、春日部に止まります。西新井、徳川、越谷方面、急行列車を降りましたので、1番線でお待ちください。55分です。そして、五反田梅島方面、各駅列車を迎えた2番線56分です。まもなく、北千住です。出口右側でございます。